アロハ、高木優です。娘のカオルです。お久しぶり。もう2月ですもんね。日にちが経つの早いと言ってますけどね、今年初めてお目にかかります。今年というか、まあ、去年の暮れをちょっと振り返ってみると、12月31日に、あ、そうそうそう、ね、桃色クローバー Z の、はい、桃色歌合戦に、ね、紅白歌合戦に、はい、出場しまして、まし、ね、高木れにちゃんとハワイアンを、ね、コラボしました。小さな竹の橋と、はい、あとドリフの曲をやったんですけど、どうでしたか感想は。それはやっぱりいいよね。ああいうちゃんとした仕事だから、やっぱり大勢の人の中で出てやれるということはね、やっぱ嬉しいし楽しかったよね。でもちゃんとほら安全対策とかもされてて、そうそうそう、もうなかなかね、あの出演者に会えないんだもんね、次の人たちとかね。しっかりしましたね。すごかったね、はいはい、徹底されててね、はい、本当に。でもまあちょっとだけ松本明子ちゃんにね、久しぶりに会って、お友達だからね、ありましたね、一緒に写真なんか撮っちゃったりしましたけれどもね、はい。まあ、いつもうちはあのね、あのちょっとお正月は別のところに行くんですけれども今年はもうずっと家でね、うちにいました。いましたね、はい、珍しくね、はい、みっちりこうなんかいいんだか悪いんだか、ね、お正月を満喫というか、はい、まあ、私が2日誕生日だったんで皆さんにお祝いしていただいたりとか、それはやりました ね、 ちょっとね、まあ、皆さんでも家族でねお祝いですけれどもね、はい、まあそんなこんなで、お正月も終わって、はい、でこの間キンキンね、ちょっと前ですが、サントリーのボスのゴールデンタイムでドリフターズの CM が解禁となって、はいはい、どうでしたか。あれはすごいね、まさかあんなちゃんとね、おやると思わなかったのね、うん、見てびっくりしたけど、はい、あれも楽しい、いろんなその皆さんがね、そのドリフ愛についての書き込みとか、はいはい、うちのインスタの方にもね書いてくださってるんですけども、そうですよ、ね、やっぱりこう小さい頃ドリフターズを見て育った人たちは、はい、まあ、涙が出ちゃったとか、うん、懐かしかったとかね、そういうコメントがとっても大勢の人が見てくれてるからね、そういう刺激はあると思います、うん、あとなんか、はい、今この時代こそドリフがまた必要なんだって書いてくれた人がいたりとかあ、嬉しい ね、うん、ね、またコントやってほしいとか、はい、ね、いろんなことが書いてあって、本当に私もなんか最初見た時になんかすごいなんか涙が出たというか、やはりあの感動しましたね。でなんかあの最後の方でその、まあ、コピーの中で明日は今日よりも笑えるはずさみたいな、そういうね、うん、あの言葉があって、うん、やっぱそれも今の時代ね、うん、今みんなコロナ大変だけど、うん、最後に次行ってみようってことでみんなで乗り越えようっていうような、うん、多分そんなメッセージがね、うん、あの CM に込められているのかなと。やっぱり忘れられてないんだよね、うん、うん、ね、分かってくれてるからそういう話が出てくるんだ、うん、やっぱあの最後の調査の次行ってみようっていうのもなんかちょっとしみますね久しぶりに聞きましたけど ね、 ね、はい、ね、ということであの今日はお父さんはこんなあの、はい、コスチュームですけれども、実は今日はカントリーをご披露したいということで、カントリーといえば調査がね、調査はカントリーですから ね、 ね、なので、今日はあの2曲お送りしたいんですが、まず1曲目は、優しく愛してラブミーテンダー、これは、エルビス・プレスリーさんの曲ですね。そうです、はい、はい、それではよろしくお願いします。はい、ラブミーテンダー、ラブミースウィート、 Never let me goYou have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Oh my darling, I love you and night.Always will love me tender, love me long. Take me to your heart, for it's true that I belong and will never part. Love me tender.Love
I love you and I always will。 優しく甘く愛してよ、君に捧げるこの命、私の望み叶う時、幸いの星、君のもの、幸いの星、君のもの。久しぶりにプレスリーなんて歌って、ね、やっぱりこの歌いい歌だからね、うん、なんかほら最近うちの息子である小太郎くんが、うん、ね、こういう曲を聴き始めたよね、意外と ね、 ね、やっぱりそういう時代なのかな、わからない、なんであんなところに行ったのか、ね、そうだよね、ロカビリは、彼はロカビリって言葉を知らないと思うんですけど、 それなのにどっかから聴いてきてプレスリーとか、うん、なんだろう、韓国ロックとかさ、ああすごいね、ああいうとか、でもさ一番好きなのはさフランク・シナトラとか言ってんだよね、ああすごい ね、 すごいね、俺たち先行ってんじゃない、うん、俺がフランク・シナトラの後だもんね、うん、だから若いね、例えば、アーティストでヨルシカのことも大好きだけど、ね、本当にヨルシカのコンサートもこの間配信もね見たんですけどね、ね、うん、その時は配信は行ってない、見たやつね、コンサートは行ったけど、それでヨルシカもやっぱりすごい彼は好きだし、うんうん、やっぱりその世界観っていうのがすごいいいなって言ってて、全然違うもんな、うん、もう僕はその感じが分かんない、うんうん、でも私はヨルシカのコンサートはすごく、うん、なんかほら曲と曲の間に MC がないじゃん、おしゃべりがね、でそのあれは詩をね、あれは何つったらいいんだろう、ポエトリーですね、はい、ポエトリーがあって、あれはね、うん、で片やそうやってヨルシカ大好きだけどフランク・シナトラも好きっていうのね、すごいなと思った、そのなんか幅広さというかでね、最近、うん、小太郎は、うん、ドリフの早口言葉が好きなの、あんなのじゃないけど、あでそのあ俺苦手だったんだね、おじいちゃんが苦手なのを見るのが面白いとか、すごいおじいちゃんが楽しそうにやってんだよねっ て、 言って、あ一生懸命やったもんだって、うん、だって、ま、間違えるのはいいんですよ、うん、ね、笑いにつけると、あんまりね、うん、それは大変だったよ、あれでも、うん、まあでも、うん、そうやってねこう時代を超えて、そういう若い子たちが、まあ、ドリフもね、見たり、フランク・シナトラ聞いたりとか、そういうやっぱりもしかしたらいいものは時代を超えるっていうことなのかなっていう、続いていくんだろうなっていう、そう言われればそういうことですね、うん、感じがしましたね、ところで1月の本当はね中旬ぐらいにやるはずだったニコニコ動画の高木ブーケを覗いてみようが、はい、実は3月6日にやることになりました、はい、イエーイ、コロナのおかげで見ましたはい、じゃあこれを皆さんもしかしたらね、もう見てる方もいらっしゃると思いますけど、今回は、ドリフターズとももクロも全員揃いましてですね、高木ブー88歳だよ全員集合ということで、はいはい、3月6日土曜日の18時からスタートします、はい、今回もすごい桃色クローバー Z さん、影山博信さん、大月健二さん、音月圭さん、後藤薫ちゃん、土井優ちゃん、そしてドリフのメンバー加藤さんと中本さんももう全員集合ということでかなり盛り上がるのではないかと、意外とね、あっと思うような人たちが来るんでね、これはね違った意味の、僕らが想像した以外の面白さってのはある、なかなかこうちょっとね、うん、テレビとかとはまた違ったキャスティングなので、なかなかできないニコニコならではだなっていう、我々とのつながりっていうの、うん、
ドリフターズのつながりというのはこういうものであるという、うん、でもね加藤さんとかねこの間ちょっと話した時に、うん、大月くんとかね初めて会うと思うよ。直美さんもね会ったことないと思う。そうかもしれないな、うんうん、あれは俺だけだもんな、うん、で影山博信さんはもっとレイジーなんで、あの当時まあもう30年40年ぐらい前かな、あのドリフターズ全集合に唯一このメンバーの中で出た方ですね。でもみんな加藤さんたちもその時のこともう忘れちゃってるかもしれないけどね。まあね。ね。でまあこれはあのちょっと、インスタの方でどこどうやったらチケット買えるかというのも告知しておりますので、ぜひぜひ皆さんあの見ていただけるとありがたいです。でもしなんかあの質問をねあの聞きたいこととか。この時にね聞きたいこととかあればもちろんそのニコニコで、うん、あのいろいろ聞いてくれても構わないし、まあ、インスタの方で何か質問したいことがあったらそれは聞いてもらいたいなっていう感じもしますね。ただね今回はあの、まあ、トークもねもちろん重要なんですけど、なんとコラボ、もう誰と誰が何を歌うのかっていうそういう素晴らしい企画を今ね、私も参加しなきゃならないんだね、大変ね、本当ですよ ね。いやだから新曲も含めて、どういうコラボになるかまだ決まってないので、ね、だから、ね、楽しみにしていただきたいなと思うんですけれども、はい、なんか他にやりたいことありますか、この歌いたい歌とか、ももクロの歌歌う、いや、ももクロの歌なきゃいけないでしょうな、そうだよね、あとはだから大月くんとね、みんななんかネットでは高木ブー伝説が歌われるのか、あれはね、あれは俺がやるもんじゃないよね。そうね俺が自分の名前で連呼しちゃってさ、ちょっと違うんじゃないかな。そうね、でもまあどんな対決がねなるかわかんないし、もしかしてもももクロちゃんと、いやあのねどんなことやったら、いや口ずさんでね、このことそれだけやってみようなんてのあるかもしれないね、うん、そこだけ、うん、あとそのももクロ対ドリフみたいなねところでどんな対決が見られるのか、結構あの見応えがあると思うのでね、ぜひぜひ皆さん見てください、それでは今日もう一曲なんですけれども、はい、これもキャトルコールという曲で、これはもうカントリーの歌ですね、はい、はい、じゃあこれお願いします。はい、なるべく2ヶ月も空けないで、ね、毎週できれば本当にやりたいと思ってるんですけど、はい、頑張ってやりましょう、はいはい、アロハ、マハロー。